こんな感じですか。でオンオフするとどうなります。ああなるほどね。うんうんうん、っていうような感じになります。 DAW レッスンの堀田です。鈴木です。今週のプラグイン、はい、今回は、プラグインアライアンスの、BX マスターデスクというものを紹介したいと思います。はいはい、私これまだ触ったことないんですけれども。本当ですか。これは僕はちょいちょい使ってます。なんか用途としては先に言うと、まあ、ラフでマスターとかでドンって出したりとか、はい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 、その時にはある程度のその結論を踏みたい時というか、あれですよね。なんで IK マルチメディアのラーセンとか、あ、それに近いパターンです。あの TR5-1 みたいなイメージですよね。そうですそうです。勝手にやってくれるよみたいな感じのお触れ書きだったような気がします。はい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 、はい、どうやっていじればいいんですかこれって。すごく簡単に言うとボリュームを入れて、はい、でこのファウンデーション、ファウンデーション、うん、ここで明るさ、明るい感じになるのか、ラウドな、要はローがドン出てる感じになるのかってやつをざっくり調整できます。でここのメーターがまあいわゆるあれですよね、レベル、そうです、ここぐらいにくればいいよねっていうような感じの、もっとラウドになったらこっちに突っ込んでねみたいな、うんうんうん、で、まあ EQ セクションがあって MS モノメーカーがあってステレオのエンハンサーうんうんうん、あるよみたいな。でここでコンプのパラメーターが今4種類あるので、うん、まあ、1番が一番激しくかかるはずなんですけど、で2番3番4番みたいなのに好きなところで選んでね。それはあれですと、コンプレッションのキャラクターが変わるっていう。そうですそうです、うん、なるほど。変わる、4種類入ってると4種類あるよって感じになってるはずです。で、フィルター、ここでなんかその、うん、まあ、いい感じにやってくれるって160のまあところ境に、なんか調整してくれると、うんうん、でも、まあ、ロート入りあるよっていう感じになってますって感じですね。なるほど、はい、いろいろ言ってもあれなんで聞きながらやった方がいいと思います。はい、なので出してみますか。一回何もしてない状態で流してみましょうか、うん、まあみたいな感じのサンプルなんですが、ダブセですね。そうですね、これに対して、はい、まあ今スイッチオンしました。はい、かけます。でこれに対してこっちにも入れると、ああなるほどなるほど、これだけでもう十分なんか、まあこんな感じなんだよなみたいなところから、あとかけ具合、これが一番ライトですね。全然かかってないというか、さらっとしかかかってないと思うんですけど、で、ローエンドの部分とかを触ってあげるとこんな感じに、はい、うん、みたいな感じで結構変わります。リミッターをかければもっとドンとかかります。コンプレッサリングもかかると、まあもっとポンプ感が足されたような感じになりますよね、うん、あの思ってたのよりも、はい、サイドにバーって広がるのかなって思ってたんですけど、はい、意外と音楽的っぽくかかるんですよ。うん、本当だ。なんかこうラフでとりあえずマスターで書き出してしちゃいたいなみたいな時はすごく便利で、うんうんうん、これとシャドウヒルズのプラス A のやつとかと混ぜて使ってあげたりとかしてあげると、うん、ドンと出てとりあえずこんな感じなんですけどいかがでしょうかみたいな感じのお伺いを立てるときに使いやすいよみたいな気持ちになります。 MS のステレオエンハンスってあげるとどうなるんですか。これあげるともっと広がっているような気がします。あ、まあ分かりやすい感じですね。でコンプミックスをかけると、これで今マックスにかかってるんですけど、まあ半分ぐらい出してあげて TSR かけてあげることもできます。うーん、なるほどね。これでまた調整してあげてっていうようなツールです。あ、そのファウンデーションのカーブが思ってたのと違いました、はい、うん、本当ですか。うん、結構現実的範囲内そうですそうですね、が変わってくれる感じで、ここである程度つけてあげてから、トーンでちょっといろいろじってあげると、もうちょっとそれは単純に EQ 的に概念で使える、そうですそうです、 EQ 的な概念でいいと思います、うん、これでじゃあ、こんな感じで、まあここも緩やかに、そこまでえぐくない、そうですね、うん、こんなような感じでかかるよっていうような。あー、なるほどね。もともとはこうだったんですけど、アウトトリム絞ってみてください。インプット突っ込んだ分だけなんで、3.4 から、こんな感じですか。でオンオフするとどうなります。あー、なるほどね。
っていうような感じになります。もちろんモノメーカーもついているので、まあまあ、うん、低音低音でみたいなセパレートの使い方もできるよっていうような。あーすげえ真面目だ。結構使い勝手いいと思うんですよねこれ。うん、確かに確かに。なんか早いっす。もっとえぐく派手にするの多いじゃないですか、うん、はい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 。意外とそうでもないかもしれないですこれに関しては。確かに真面目っていう意味はそういうことになるかな、うん、なので、パッドで使えて便利よっていうのはそういうところにあるのかもしれないです、うんうん、プリセットもまあまあいろいろあるとは思うんですけど、まあ、これプリセット使い道ないですよね。 あんまりそこでどうこうじゃなくていいと思います。もうだってこれで完結できるから、うんうんうん、意外と簡単に終われるんですよ。確かに。え、THD は普通の THD？ あ、そうです、そうです。入れてあげた分だけ歪んでくるっていう感じになるんですが。ここのソロって何のソロができるんですか？ DSR のソロ。うん。何がやられてるのかみたいなことに。あ、素晴らしい。あ、素晴らしい。いいですよね、これね。うん。このぐらいが好きかも。はあ、あれってあれですよね。これだいたい右に回していくと明るくなっていくじゃないですか。それ逆なのが面白いな。あらって感じだよね。うん。へえ。っていうような感じで。ああ、じゃあちょっとじゃああれですね。身が誤ってましたね。これも。本当ですか。結構いいなと思っております。これはなんだろうな。僕もセールの時にこれ単品でピョンって買ってて。うんうんうん。時短ツールが欲しかったって時に、はいはいはい、いいぞいいぞみたいな感じ、うんうん、これでなんか本腰に入れてやりきっちゃうっていうよりもそういう風な使い方してあげた方がまあ楽かな。ラフミとかやる時に超楽そう。そう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 。とかね、進捗報告の時にこうですっていう風に言いやすい、うん、アレンジ中のやつとか。そうですね。あ、もちろんなんか本茶でも使っていいのかなっていうところはあるんだとは思うんですけど、うんうんうん、うん、まあアイデア次第でそっちももちろんできるけどってところですね。そうですね、はい、これで使うとしたらあの BX デジタルとか欲しいな、うん。ああそうですね、うん、ちょっとあのトーンシェイピングとかっていうのは、うん、ちょっと苦手系な感じだと思うので、うん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 、そうですね。まあでもちょっといじっていくんだとしたらそういうところを補足してあげるというか、うん、現実的なエフェクトです ねこれ現実的なエフェクトです。なるほどなるほど、はい、なんで、ぜひぜひお試しいただければと思っております。はい、はい、というわけで今回は、プラグインアライアンスの BX マスターディスクというプラグインを紹介してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。